RB エンジンとは、主に1984年から2004年にかけて、日産自動車が生産していた自動車の直列6、気筒ガソリンエンジンである。1984年に発売された同社の5代目ローレルに、初めて搭載された、直列6気筒の L 型シリーズの後継機として、開発され、1984年以降より生産が、始まり、 1990年代の日産ミドルビッグマシンの心臓部を担った。国内向けは全車電子制御インジェクション仕様であり、日産のエンジン名称ルールにより E が付く。D 付きは DOHC、T はターボ付きを示す。なお RB の意味はレスポンスバロンスだと言われる。ちなみに RB エンジンのディーゼル版が RD28。 RD28E である。当時の日産は新開発の V 型6気筒エンジンである VG シリーズの開発に巨額な投資をして注力しており、レース用エンジンと同様のペントルーフ型燃焼室などは RB エンジンにも引き継がれている。また2010年頃には常識となった電子ダイレクト点火システムンですを世界初で装備し自家動式ハイドロリックバルブリフターを DOHC エンジンとしては、日本初採用とするなど、非常に、コストのかかった作りとなっている。その一方で、例えば 2000cc エンジンでは、L20、RB20、そして当時肝入りで開発された、日本初の V 型6気筒エンジンの一端である、VG20 でさえもシリンダーの内径工程は、同一である。トヨタの 1G エ,エ,エンジン、JZ エンジン、VZ エンジン。 などが中鉄製ブロックであったためコスト競争力の点で同様に中鉄製ブロックの採用を余儀なくされた。しかしながら日産の伝統的な設計質をゆえボアアップハイパワー化が容易という美点は引き継がれた。ライバルとなったトヨタの 1G 型は 2000cc に特化した設計で排気量アップを行うにあたり2.5リットルから3.0リットルへ排気量アップが可能な JZ 型を新たに設計しなければならなかったのとは、対照的に RB 型は、さきの L 型と同様、排気量アップを主眼に置きつつ設計されていた点が、異なる。排気量アップを予定した設計ながら、RB20E のエンジン重量は 1G と同等の、重さに収まる。なお、トヨタ 1G 型のレイズの名称に対抗して、RB20 は、 プラズマの名称がついていた。旧排気系機器の関係から、左ハンドル車への搭載が非常に困難である。そのため、当該エンジンの搭載車の輸出は、イギリスやオーストラリアなど、右ハンドル車が主流の国に限られていた。排気量はバリエーション中の数値が、大体の排気量を示している。具体的には、以下の通り、第二世代 GT-R である。 R32R34 型、スカイライン GT-R 及び、ステージア 260RS オーテックバージョンに搭載された RB26 デッドエンジンは、名前こそ便宜上 RB と付いているものの、同車専用としての設計であり、かなり性格が異なる。しかし、RB20、25用のオイルパンが、RB26 にボルトオンできる、あるいは逆に、 RB26 用オイルポンプ、ウォーターポンプが強化品として RB20、25にボルトオンできるなど、補給類単位では互換性が保たれている。80年代より、セドリック・フェアレイ・リゼットなどで V 型6気筒を採用していたが、新開発フロントミッドシップパッケージを採用することを受け、日産自動車は次世代主力ユニット V9 シリーズに順次切り替えを行い、 2004年のセドリックグロリアの生産終了と合わせて生産を終了した。RB20ERB20ERB20PRB20ETRB20 で RB20 デッド RB20 デッド RRB24SRB25 で RB25 で RB25 デッド RB26 で RB26 デッド RBXGT に RB12RB 30SRB30ERB30ET M30PS 7000RPM294NM 5800RPMRD28RD28TRD28ERD28H ありがとうございます。